なんだよあんた、脅かすなよ。こんな夜に獣かと思うじゃないか。でもよかった、あんた普通だし、あの獣も始末してくれたんだろ。ここから動けなくて恐ろしくて震えていたんだ。助かったよ。でもそうだ、あんたどこかみんなが避難しているような場所知らないか。ああそうなのか、ありがとう。俺もなんとかそこに向かうよ。やっぱり一人は不安だからね。はあ、でも希望があってよかった。あんたのおかげだよ。これを取っておいてくれ、せめてものお礼の気持ちさ。ありがとう。俺もなんとかそこに向かうよ。やっぱり一人は何かと足りないからね。